はい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。本日からね、レールガンコラボの復刻コラボがやってまいりました。で、まあ、レールガンコラボなんですけども、まあね、復刻らしく特に言及することもなくてですね、まあ、以前から撮ることのできた美坂美琴ですね。これ今、ジュリアとして、まあ、実装されているものと同じものなんですけども、まあ、これが撮れますよっていうのと、あと、まあ、基地スキンと、まあ、進軍スキン、まあ、その他もろもろの、まあ、英雄スキンですね、が撮れるようになっているという感じでございます。で、まあね、この美坂美琴も、まあ、空軍をスタンさせるっていう結構変わったスキルを持っていて、あんまり実際実用性がないんですよ。で、唯一、まあ、使える場であった越境軍事演習もね、今やってないんで、なんで正直今で言うと、まあ、特に無理して取る必要も育てる必要もね、まあ、ない英雄かなっていうところですね。まあ、なんで、まあ、この作品が好きな人はね、まあ、この辺取っていったらいいんじゃないかなという感じだったんですけども、ちょっと一個だけね、気になることがあったんで、それだけね、皆さんに紹介させていただきたいと思っております。で、それ何かっていうと、まあ、これですね。クリエイターさんがいるんですよ。で、これがね、ちょっとヤバめですね。で、これ何かっていうと、すごい安いんですよ。で、これ見てみますと、まあ、ここでね、まあ、ギフトが買えるんですね。で、このギフトで、まあ、この箱が買えて、大体単価で言うと、まあ、1杯買うほど安いんですけども、大体1箱100円ぐらいで買えるんですね。で、このゲコタが1から9個出て、まあ、期待値5個なんで、一応この100円で5個手に入りますっていうのが、まあ、期待値ですね。なので1個あたり20円っていう感じです。で、先ほど値段を見てみると、このクリエッターがね、この破片1個10ゲコタなんですよ。つまり200円ですね。なので、まず破片が普通に安いです。なんで、クリエッターをまだ手に入れてない人は、ここでゲットできるチャンスですし、何よりこの専用スキルですね。これが240円で1個取れるっていう形になるんですね。で、これがね、非常に安いです。で、通常であれば、まあ、こういった形でね、まあ、ギフトで買えるんですけども、この1枚安い250円のギフトで、まあ、1枚ついてくるぐらいで、で、単価で言って大体ね、250円から270円ぐらいの、まあ、間はするんですよ。どんな入手なんでも。で、そこが、今回のこのコラボ交換所では、普通に240円で、このクリエイター専用スキルをね、ゲットすることができます。で、しかも、まあ、このギフト経由で購入すると、おまけがめっちゃついてくるんですよね。で、このね、レベル3強化部品宝箱、ダイヤ60個、化学宝箱、高級装飾箱っていう、まあ、この4つランダムで1個出てくるんですけど、まあ、今まで購入した感覚で言うと、大体ね、同じぐらい出てきますね。なんかどれか出やすいってことなく、まあ、大体、まあ、均等に出てくる印象はありますね。まあ、ですので、この化学宝箱とはさすがにこれはいらんアイテムですけど、まあ、ダイヤとかね、高級装飾箱とか普通に美味しいんですよね。で、普通に4分の1って考えてあげると、まあ、このダイヤだけで、まあ、1箱買った時に、まあ、期待値でまあ15ダイヤ、まあ、ゲットできる期待値があるわけですね。で、この高級装飾箱に至っては、これ結構まあ高いアイテムなんですよね。まあ、普通に買おうと思うと結構コストがかかってですね、まあ、この商店で見てみますと、まあ、高級装飾箱なんとね、500ダイヤもするんですよ。さすがにちょっとね、500ダイヤの価値はないとは思うんですけども、まあ、せいぜいね、100ダイヤぐらいの価値あるんじゃねえかなと思うんですよ。で、例えば、まあ、100ダイヤの価値があるっていうふうに、まあ、見なしたとしたらば、4分の1では25円分ぐらいのね、まあ、期待値の回収ができるっていう感じになるんですよね。で、ここで15円、ここで25円って考えると、まあ、40円ぐらいは最低でも戻ってくるかなっていう期待ができるので、まあ、1箱実質、まあ、60円ぐらいかなという、まあ、そんな感じなんですよね。で、1箱60円で、まあ、ゲコタ5個って考えてあげると、まあ、こっちのスキルを考えると、さらに安くなるんですよ。まあ、12枚なんで、まあ、2.4 倍ですね。まあ、2.4 箱あれば買える形になるので、まあ、2.4×60 っていうふうにやってあげると、まあ、期待値144円で買えるとみなすこともできちゃうっていう感じですね。まあ、これ、高級装飾箱をね、どんぐらいの価値かみなすかによって変わってくるんですけど、まあ、そんぐらい安く買えるので、かなりね、お安く買うことできます。でしかも、交換回数普通にめっちゃ多くて、400回もね、買えるんですよ。なんで、レベル7は届かないですけど、レベル6ぐらいまでは全然作ることできるんですね。なんで、今回本当にね、クリエッターを育てたいって思ってる人からすると、この専用スキルをね、一気に伸ばす大チャンスかなと思います。ただ、一個だけ気をつけてほしいのは、まあ、クリエイターこのスキルはね、新英雄仕様になっていて、まあ、倍率高いんですよ。なんで、レベルを高くすればどんどん強くなっていくんですけども、まあ、最近のね、ジョシュアとか、ソナリーとか、まあ、そういった、まあ、レベル7のスキルを作ることによって、圧倒的に強くなるスキルが最近多いんですけども、まあ、そういった効果はないんですね。
で特に無理にレベル7にしてもそんなになんか嬉しくないところはあるので、まあどれぐらいまでねレベルを上げた方がいいかっていうのはちゃんとね考えた方がいいですね。ただクリエッター普通に現役で最強クラスの英雄なんで、新工事にはね、なんでこれはね結構本当に強化するチャンスかもなと思います。ただちょっと気をつけてほしいのは、急に安売りをし始めたということは、まあ、何かしらの意図があるかもしれんということは、まあ、警戒した方がよくってですね。まあ、この次に来る陸軍 A とかが、まあ、クリエッターを食っちゃうようなね、性能になる可能性はなきにしもあらずですね。まあ、ただ実際クリエッターはめちゃくちゃ強いんで、まあ、そんなに簡単に、まあ、前線で全然戦えないってことにはならないんじゃないかなと思いますね。なんでなんかすでにある程度のレベルを作ってる人は無理はする人ないと思うんですけども、まだね、まあ、スキルとか全然育ってないよ、でもまあクリエイター使いたいよって方は、まあ、今回ね、まあ、クリエイターのスキルを育てるチャンスかなと思います。で、ちょっとね、ここでまあ陸軍が強化されちゃうと、空軍の立場がまたね、危うくなってくるんですけども、まあ、それを意識してるのかわかんないですけども、今回ね、海軍も強化のチャンスがあります。で、何かっていうと、まあ、これですね、メダル交換。で、こちらの方で、このベリーが来てるんですよね。でベリーってもうご存知の通り、もう対クリエイター最終兵器なんですよ。この星5のベリーがいると、まあ、初代で、ね、7連撃放つんで、それだけでクリエイターのシールド全破壊するっていう、まあ、完全なクリエイター殺しなんですけども、まあ、そのベリーが割とこちらもね、比較的安く来ております。でこちらのメダル交換の方はなぜか安いのがこの1100円と600円という中端末が一番安いんですけども、まあ、これ言うと、まあ、1メダルあたり、まあ、1.833 円ですね。なんでこの 1.833 倍するとこそ出るんですけども、大体これで、まあ、240円ぐらいですね。うん。で、やっぱちょっと先ほどね、クリエイターと比べると、まあ、おまけがそんなついてこないんでね、割安感ないんですけども、まあ、240円だったら普通にギフトで、まあスキル買うのとね、まあ、大差ない。まあむしろこっちの安いんじゃねえかなってぐらいの、まあ、コストなんで、まあ、ベリーもね、育てるチャンスであるんですよね。なんで今回非常に面白いことに、まあ、クリエイターを育てる大チャンスであり、かつその対抗策であるベリーも育てるチャンスであるっていう、そんな面白い形になってますね。で結果としてベリーが強くなると、まあ、その相性で強い空軍もね、活躍の場はあるんで、まあ、それはそれでちょっと面白いかなという感じがしますね。まあ、ただちょっとベリーがね、あまり強くなってしまうと、まあ、この間追加されたね、まあ、ソナリーとか、あとイロハとかはベリーに弱いんで、まあ、それだけちょっとね、悲しいところではありますけどね。という感じで、ね、まあ、今回の、まあ、レールガン復刻コラボなんですけども、まあ、ぶっちゃけこの、まあ、英雄とかスキルより、なんかそのね、強い英雄がさらに強くなるぞっていう、まあ、それのチャンスっていう、まあ、強化チャンスが来ているっていうところが、まあ、大きいイベントかなと思いますね。ただまあ普通にね、この基地スキンとかも割と強いんですよ。で、このアクセラレーターなんですけども、まあ、これね、まあ、使用能力は割と地味なんですけども、この所持能力ね、舞台火ダメージ減少 5% ついてるんですよね。でこれが非常にでかくてですね、まあ、最近のスキンとかだとすごい地味に 1% とか 2% とかさ、そういうのつけてきてるのが多いんですけども、まあ、これはなんとね、がっつりと持ってるだけでダメージ 5% が入るんで、まあ、持ってるだけで結構強いっていうタイプですね。まあ、ただ、まあ、基地スキンはそんなに多く持っていない人にとっては、わざわざこれを選ぶ必要があるのかって微妙なんですけども、ただ所持能力目当てで、まあ、基地スキンを、ね、集めたいっていう人からすれば一気にね、まあ、戦力を上げる可能性があるので、これはまあね、余裕があれば取ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、という感じで今回のね、レールガン復刻コラボに関する情報でございました。まあね、まあ、レールガン復刻コラボというより普通にクリエイター強化イベントみたいな感じになっちゃってますけど、まあ、今回はね結構本当にチャンスだと思うので、まあ、そこをね、まあ、育てたい方は活用してみるといいんじゃないかなと思います。まあ、私からするとね、クリエイター増えるってのは普通に恐怖でしかないんですけども、まあ、ね、でもちょっと頑張ってなんとかね対策をしていきたいと思います。じゃあね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。またねー。